大久保と申します。よろしくお願いいたします。はい、簡単に自己紹介をします。今新卒で入って2年目です。毎日着物で出社をしてます。データ分析を担当しています。大久保と申します。アイノの編集もやっております。で、簡単に会社、紹介前半でありましたけれども、うちもですね、人材、募集をしますのでぜひよろしくお願いいたします。アイノなんですけれども、一つ思いがございます。ビジネスとアカデミアをつないで、適切な形で AI のイノベーションを日本から起こしていきたい、そこのお役に少しでも立ちたいと思ってやっております。例えばですね、企業側の課題としては、何ですかね、偉い人の無駄に高い期待値とかをこうちゃんと調整しなきゃいけなかったり、はい、でそこで適切な形で成果を出すというところが課題になっていたりします。また予算もどんどんちゃんと適切に取っていかなきゃいけない。一方で大学でもですね、僕学生時代は社会心理学やってたんですけれども、なかなか企業でのデータを取るということに結構ハードルがあって、いろんな企業回ってですね、頭下げてデータくださいみたいなことをやってたりとかしたんですけど、なんかそういったその企業でのデータ、また予算といったものをしっかりと確保して研究を進めていくというところにも、何かメディアとして、貢献ができないかということを考えております。具体的にはですね、安倍田さんも、榊先生も今日いらっしゃいますね、取材をしたりですね、あとはイベントに、行ってたり、あとは AI に関係する、情報の整理ということを、しています。でここでですね、皆さんお知り、せっかく、今日ここで出会えたので、ちょっとリリースより早いんですけれども、先にこんなことやりますという発表をします。はい、AI に関する論文をですね、自動で、集めてきて分類をして、毎日配信をするということを IMO の中で取り組んでいきますので、皆さんぜひお役立ていただければと思います。お、ありがとうございます。あとはですね、リアルワールドさんと一緒に、アイノーと一緒にですね、教師データ作成 の、 方法を学ぶ、イベントといったこともやりますので、こういった何か一緒にですね、やってくださる方も、募集をしてますので、お声掛けいただければと思います。はい、ではですね、ここから、AI のニュースを、3月からですね、4月ぐらいの AI のニュースをお伝えしたいと思います。メディアというものは中立的な立場でございますけれども、AI の業界を作っていただいている皆さんがここにいらっしゃるので、精一杯こびていこうと思います。まずですね、Google の、この、お絵描きツールが、話題になりましたけれども、ウーパールーパー書いてみたんですが、指になったりしてですね、ここで、ただこうやってデータを収集してるんだなということで、話題になっていたりとか、あとは、ワトソンサミットですね。はい、ちなみに行かれた方いらっしゃいますか？すごい、はい、結構なかなか、はい、参加者がいっぱいで、入るのも大変だったのかもしれないですけれども、大盛り上がりですね。あとは、さっきも、自動翻訳ありましたけれども、スカイプの翻訳の技術っていったことも非常に話題になっています。それからスマホでアレクサが動くぞということもですね、結構話題になりました。先ほどお話もありましたけれども、低いスペック の、 端末でも、ディープラーニングが回っていくという開発環境も、どんどんできてくる。AI や、ディープラーニングといったことはですね、身近で動く土台が着々と整ってきているなということを実感する、年度末から年始だったかなと思います。他にもですね、キビットが銀行に入ったという話、はい、あとですね、先ほどもお話の中でもありましたけど、ヘルスケアの、ヘルスケアというか、地震予測っていう、自殺の予測といったことにも入っていたり、あらゆるところにキビトさんが今入っていっています。あとは、IBM さんがですね、テレワークの、後押しをしていくということ、このニュースのちょっと前にもですね、内職がバレるんじゃないかみたいな話題でちょっと盛り上がっていたりしていたんですけれども、そういったことも話題になっています。あとはちょっと今日はいらっしゃらないですけど、セプテイミさんの、機械学習就活生 の、 活躍を予測するということ、これ僕がやりたかったことを先やられたなと思ったんですけど、とかですね、人事データの利活用ということも進んでいます。
そしてそして、孫子さんがですね、顧客が嫌がる電話の保留を1枚で削減するという素晴らしい、取り組みも、発表されていました。AI と働き方改革というキーワードで具体的なことがですね、ものがですね、実際に広まりつつあるということが分かってきたなと思っています。あとですね、先週ですね、AI の勉強会に関するトレンドを調査して、その記事を上げています。ちょっとご紹介させてください。今日もこう AI に関連する、勉強会ですけれども、1年前から比べてですね、イベント数どんどん増えてきてます。ちょうど去年の今頃と比べると大体6倍ぐらいですかに増えてる。やっぱそれも感覚的にも感じるかなと思います。でどんなものが増えてるんだろうということをちょっと中身見てみますとで、数学とか論文っていうキーワード重なってみにくいんですけどが急に、年末からですね、年末から、最近年始にかけてどんどん増えてきたなと思ってます。あとはですね、ちょっと、お帰りになっちゃったですけど、大きく注目を上げている、はい、という勉強会もたくさん開催されています。でちょっと戻りまして、なんで数学とか論文とかが増えてるんだろうと、そういったことがキーワードになる勉強会が増えてるんだろうというとですね、実際にさっきのニュースでお伝えもしましたけど、データ利活用や、機械学習を使った技術が使ったものがどんどん浸透してきている中で、使ってみるというところから実際にこう説明をしなきゃいけないし、さらにそれをしっかりと調整して改良していかなきゃいけない。そんな中でおそらくデータサイエンティストと言われるような人が、さらにまた注目を浴びてきているんじゃないか。で、でそこでですね、iKnowで掲載されていたデータサイエンティストがキーワードになっている記事をこう見てみたんですけれども、3月から6月、5月にかけてですね、去年も今年も増えてるんですね、データサイエンティストっていう言葉の。で、なんでだろうと思って中身見てみると、ただここの山とここの山がですね、全然中身の質が違ったんです。2016年は、富士フィルムさんがデータサイエンティスト の研究機関を作りましたという話とか、LINE さんも作りましたという話、他にもたくさんデータサイエンティスト、データサイエンスに関する研究組織が立ち上がっているというニュースが話題になってました。で一方で2017年、先ほどですねありましたデータサイエンティストを鍛え上げる僕も学びたかったとすごく今思ってるんですけれども、データサイエンティスト育成ですね。あとは、実際にこう大学でも随分前から準備は進んでましたけれども、育成に関する機会場が増えてきているということが、分かります。これでですね、実際は組織はたくさん去年、今頃作っていたけれども、人材不足、なかなか集めるのも難しいしっていう中で育てようっていう動きが、しっかりと出てきていて、でそれはニュースの記事のレベルでも出てきているということが分かります。しっかりとそのモデルも構築できて、でそれも調整をすることができて、しかも各方向に適切な形 でその結果中身をデリバリーできるということが、求められているんだろうなということが分かります。私もですね、まだまだ未熟ではございますけれども、データサイエンティストと胸を張って名乗れるように今なんですかね、頑張っております。せっかく働くをテーマにした会社におりますので、データ利活用で充実感を持ってこう生きる人が増える、そういった社会を作りたいなと思って頑張っておりますので、ぜひ先輩方アドバイスのほどお願いしたいと思いますはい、ではここから番宣です。はい、すいません、番宣です。全力でこびた意味はですね、今から解説していきたいと思います。皆さんお手元のスマホとか PC でですね、 AI アクセラレーターって検索しながら聞いていただければと思います。これですね、私たちがですね始めた取り組みになります。で、ペラペラ喋ってますが、私の仕事はですね、彼らの着物の人出てきましたけど、彼らが粗相をすると謝るというのが基本的な仕事になります。なので着物もですね、結構役員にツン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 言われているという中で、私は頑張っているという中間管理職ですね本題です。ですね、なぜ私たちが AI の企業の育成をするのかというお話をちょっと差し上げたいと思います。うちバイトルの会社なんでですね、なんでだと思われた方もいらっしゃると思います。それはですね、この日本と世界が抱える課題です。少子高齢化です。もうこれ、ね、耳たこだと思うんですけど、
将来的にはですね、この消費者は減らず労働力が減るっていう構造が今日本で始まってます。これ中国で始まります、アメリカで始まりますというふうに広がっていくんですが、我々ね、非常になんか将来がないビジネスをやってるんです。人口が減る、でその人口、若い人口を当てにしてバイトを供給するという事業をやってるんですけど、未来なくねと。でもう一つですね、若い営業を採用してですね、1700名地面に貼り付けるというビジネスモデルを持っています。これはやばくねというのが我々の危機感です。なので、会社としてこういう方向転換をしたいと思っています。街角からですね、人材供給から労働力供給事業に変えようという会社としての考え方になっています。で、実際皆さんの手元で起こるのはですね、バイトさんのような存在に AI をサービスレイヤーから作っていく、まあ、技術はですね、もう今お話をいただいた企業さんがたくさん作ってらっしゃるので、サービスとして使えるものを作るということが我々の使命かなと思っています。まあ、それで始めたのはですね、冒頭カメタっていうのが出てきましたけども、アイノーという情報メディアをやっています。じゃあ企業投資の育成の状況ってどうなんですかというのを世界で見てみるとですね、 AI の投資って非常に伸びています。ですね。で、どこで投資されているかというと、ほぼ北米です。で、日本どこかというとここなんですよね。ここの中の 1% から 2% です。まあ、ほぼ金張ってないっていうのが現状です。なんでかっていうと、分かんないからです。 VC 分かんないので張れないんですよ。出てきたら張りたいんですけど、分かんないので張れないと。じゃあ僕らがやりましょうというのがこの AI アクセラです。ということで、日本では一番最初のアクセラになりました。 AI 専門でいうとですね、まあ、そんな危ないことは誰もやらないというのが正直なところだと思います。まあ、非常に中二病な LP がありますので、後で見ていただければと思います。で、提供するのはですね、こんなものを提供する予定です。AI 業界ネットワーク、なんかだんだんこびた理由が分かってきたと思いますね。で、もう一個は企業データたくさん持っています。教師データに使っていただけるようなものをたくさんご用意します。もう一つは税人ですね。で、意外とですね、皆さん困られてるのここなんですよね。スタートアップお金が入ってこない、で、お客さんとの接点がないもんでサービスレイヤー作れっていうのが多いので、まあ、ここガンガンいきますというのを提供する予定です。はい、ということで、これはネタの本丸ですね。こびた理由です。非常に強力なメンター陣、アドバイザー陣をご用意しております。まあ、今日出てきた人ばっかりっていうね、なんかからくりが分かりましたね。これがシナリオです。で、もう一つですね、メディアからサービスまで、立ち上げに必要なものというのも提供していくという枠組みでやってまいります。で、今月ですね、中旬ぐらいに出したんですが、今60社のエントリーをいただいています。非常にエントリーいただいているなという状況です。それがあったおかげでですね、メンターの皆さんに全然ご挨拶もご連絡もできてないというですね、いいのそれっていう状況なんですけど、これから連絡していきますので、よろしくお願いします。もう一つですね、我々がぶち込もうと思っているものです。予言機も、ね、全然使えてないんです。なので、これぶち込もうと思ってます。まあ、Google さんとか突っ込んでる金額に比べるとあれなんですけど、リテールのビジネスで100億円ってなかなかのボリューム感だと思いますので、ぶっ込んでいこうと思います。はい、最後ですね、最後になりますよ。まあ、私の心意気としてはこういう心意気です。この会社でこの場でやるということで、このメッセージを入れてみました。素敵なオフィスですけども、これを潰すつもりでやります。DIP という会社がなくなっても別にいいと思います。日本という国が残れればそれでいいという心意気でやっていきたいと思います。まあ、それはね、門前さんがさっき見てたんですけどね、冒頭に流されたやつ、まあ、やっぱ変えれると信じてぶっ込んでいこうと。で、多分ここにいらっしゃる皆さんというのはそういうことができる人かなというので、こういうメッセージをお伝えしようと思いました。で、うちのなんか一致って全部宣伝ばっかですよね。宣伝です。ですね、まあ、このコミュニティから生まれたアクセラになります。実はメンターさんも、応募されている企業さんもですね、このコミュニティから結構来ていただいています。なので、まだまだ起業家の方、あとは投資家の方、これ意外とまだ少ないですね。
あとアドバイザーの方、あと何か一丁絡みしたいという方についてもまだまだ募集中です。ぜひあの世界を一緒に変えていければと思います。よろしくお願いします。